はいどうもこんにちは、おもちゃんねるです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、連日続いてますトミカ博関連のトミカになります。またまたちょっとね、手に入れたねシャルを見ていきたいと思いますが、左がね、今回新しくね登場しましたトミカビームですね。で右側が僕一人であのアトラクションで手に入れたねシャルになりますん でこの辺ちょっと今回見ていきましょう。でちょっとあの一番もう最初に言っておきましょう。このトミカビーム、この2種類、ランボルギーニの2種類ですけど、これねあのね、トミカビーム付きの入場券買ってる方は問題ないんですが、これあの現地で買うのね、あの本当に朝早く行かないと買えなくて、朝早く行かないとっていうのはまたちょっと違うんですけど、あの朝早くまあ行って、このあの会場マップをゲットして、でこの右上にあるこのトミカビーム、ここから購入してください。もう多分ね、今までの流れで言うともう11時前後ぐらい、まあ11時過ぎかなぐらいで売り切れになっちゃうんで、もしトミカビーム狙ってる方はとにかくこのマップ見つけてここでもう買ってくださいね。あの決済さえすれば、まあ、あとはもういつでも引き換え所行ったらね、あのトミカビームの車両と引き換えてもらうことができるんで、まあ、とにかく狙ってる方はもうすぐに買ってください。もうそれぐらいあのなんか今回ねなくなるのが早くて、あと転売とかもちょっと目立ってるんで、うん、まあ、そこはちょっと問題なんですけど、もうトミカビームほんと早めが無難です。はい、でまあ一応それ以外もディスカバリーガレージも別で売ってて、で普通のアトラクションチケットもねここであの別で買うことができるんで、まあ、今回のねアトラクション関係は全部オンライン決済になっているので、その辺はあのぜひあの頭に入れてからね、これからねトミカ博行かれる方は楽しんでください。トミカビームは本当にマジですぐなくなります。でですよ、はい今回ちょっと見ていくのが、今言ったねこのトミカビーム2種ですね。ランボルギーニの、パトカーですね。こっちがまあ日本仕様で、こっちが海外パトロールカーかな。でこの2種と、あとアトラクションで、これあのまあ昨日ね3回目のトミカ博行って、これ2つこれ手に入れてきました。これね、計測機動車のブルと、あとクリアショーの TDM スイマックスですね。これがね、前回の動画でこれね、うちの子がゲットしてくれたスイマックスの金色とまた違った景品になったんですよ。昨日ぐらいからちょっと景品が変わって、あのもう早速ちょっと行ってきました。でこの後ろのこの2つがあれですね、あの初日にトミカ釣りをまあ僕一人でやりまして、もう僕本当僕一人だったんですよちょっと写真出しておきますが、このね誰も周りにいない中で おじさんが一人であのトミカ釣りをやって、こっちがねあのシーマ釣って、シーマもらって、であの何もね釣れなくてももらえる車両がちょっとシークレットって言われたんで、まあ気になったんでわざと釣らないでこれをもらってきたんですね。あのホイールローダーの赤色ね、まあ、これあの日によって変わるらしいんですけど、まあ今回はね、まあ、こんな感じでちょっと6種のトミカを見ていきたいと思います。さあそれではちょっとね前置き長くなっちゃいましたが、まずはね、まあ、今回ね新しく登場したこのトミカビーム、こちらからいきましょうか。いやこれほんとね人気めっちゃあってね、で早速ちょっと開けていきますが、まあ、パッケージはもうご覧の通り、こう両方とも2種ともねビニールに入ってこう台紙があるような形ですね。でなんかこれ A バンドと B バンドって書いてある、これはあのちょっと今初めて気づいたんですけど、なんかバンドが分けられてるみたいです。まあ一応赤外線なんで、まあ、テレビのリモコンのような形だと思うんですけど、あの会場でこの瓶を打って遊ぶことができます。でちょっと開けていきますが、あここから開けるの、これ切り口ここにあるんで、まあ、これ開けたらもうそれまでかそれまでっていう言い方おかしいですけどね、まあ、ハサミ切った方がいいかな。こういきましょう。綺麗にちょっといきましょうか。ね。はい。このようになっておりまして、で、ちょっとこう、ビニールの紐で止まってますね。おー、なかなかかっこいいじゃないですか。まあ、ランボルギーニのこの、ね、これは裏缶か。裏缶ですね。裏缶、ベルフォルマンテのこのパトカーっていう、この仕様が多分、まあ、人気が、ね、やっぱ出ちゃうんで、それでまあ、売り切れてるのかな、これ。おー、でも、いいっすよね。はい。じゃあちょっと、ね。はい、こちらから見ていきましょう。はい、まずですね、全体はぐるっと、はい、こんな感じになっております。まあ、車体は本当ね、裏感ですよね。で、それのあの、パトカー、こちらまずね、一つ目。日本のね、まあ、警察の仕様になってるんですけども、なかなかかっこいいね。で、ちょっと作り見ていきましょう。まずですね、フロント顔の部分、こんな感じになっております。ね、ランボルギーニのエンブレム。で、ヘッドライトですね、こちらは、クリアパーツになってます。このようにクリアパーツになってて、これなんかね、ここ押したら光るみたいなの後で光らせますね。クリアパーツですね。で、まあ、色はね、もう白と黒をね、こうパトカーの色使いになってて、で、フロントガラス見ていただくと、ちょっとスモークのようなね、カラーなんですけども、中にね、こう、赤外線が出るような、これなんていうか、名前わかんないですけど、発光ダイオードかな。まあ、こんな感じでついていると。
ね。これをこう言ったら会場にある、ちょっとこう写真出しておきましょうね、はい、この的に向けてこれピッとこう押すとアクションが起こるんですよね。それもあのぜひ会場で楽しんでくださいね。僕はあえて動画は出しません、はい、でルーフの部分ですが、こちらね赤のクリアパースで赤色灯がついてるんですけど、これがあのボタンになってるんでね、後ほど押します。でここには警視庁の文字で、その後ろには110番のね文字も書かれているとっていうか、まあ裏感っていうのがまずかっこいいですね。で側面見てみるとこうなっておりまして、こちらに警視庁ポリスの文字ですね。そしてマークもしっかりとね書かれてます。でホイールタイヤはこちらねスポーツタイプのね黒の成形色のものになってますね。だからこれもうベースタイヤがほんと普通のトミカと同じような仕様になってるんで、うん、これいいですよね。で後ろテールですがこのようになっております。レンズはね赤の塗装でしっかりとこのようにデザイン塗り分けされておりまして、形もバッチリですね。でリアウィングに関しては黒の成形色で別パーツとなってます。でちょっとこうね、本来エンジンのところなんですが、ここちょっとなんか基板が見えててね、なんか不思議な感じ、ちょっとリアルね、うん、この機械って感じがまた僕は嫌いじゃないです。で反対の側面ですが、はいこちら側もねこうなってます。警視庁ポリスの文字書かれてます。で上から見てみると、はいこうなってました。で、そこの部分ですが、はい、こんな感じです。こちら、テスト用のね、まあ、電池入ってますね。これで十分会場で遊ぶことが、ね、できると思うんですけども、まあ、電池が入っていると。で、まあ、絶縁シートがありますので、これはね、抜いて使用していきましょう。よいしょ、ちょっと固めね。はい、抜きました。で、これね、ギミックですけども、まあ、サスペンションないですね。まあ、手転がしはしっかりできるんですが、サスペンションはないですけども、このね、ルーフの部分ですね。この赤色灯ですね。これがね、あのスイッチになっているんで、これちょっと押してみましょう。まだ押したことないんでね、いきますよ。3、2、1、ポン。ああ、なるほど。あ、こんな感じで光るんですね。ほう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 。ポツッと押すと、なんかちょっとおしゃれな光り方よ。ただただピカッと光ってね、スッと消えるわけじゃなくて、なんか光量がなんでしょう、グラデーションというかね、じわっと明るくなってじわっと消える。うん。長押しするとね、ウィーンってこう、この時にビームが出てるかなこれ。おお。ね。わあすごいね。かっこいい。結構眩しいですね。でもちょっとこれ明るく落としますけど、おー、結構な光量ありますんで、うん、なかなかかっこいいじゃないですか。おー、面白い。すごいですね。なんかテレビに向けたらチャンネル変わりそうな気もしないこともないですけど、はい。学習リモコンにコピー、あ、言ったらあかんわ。なんかできそうな気もしないこともないですけど、はい。まあ、とりあえずこんな感じのね、ギミック搭載の、ね、まずこちら日本車仕様の、ね、ランボルギーニ裏側ベルフォルマンテのパトロールカーでした。洒落てますね。うん、でも一つねブルーの方も行きましょうか。あの多分人気はこっちの方があると思うんですけどね、こっちもちょっと見ていきましょう。まあ、僕はあのいつも言ってる通り、あの海外のパトロールカーもあの好きな人なので、これはちょっと嬉しいですね。こっちもね、そうそうそうね、こちらもよいしょ、ちょっと切っていきますかね。よいしょ、プチプチとさっさとどうなっているのかな。あ、でもこれもうん、めちゃめちゃいいですね。おー、かっこいいじゃないですかね。てかさっきの日本の警察仕様 もうこっちの海外警察もあのこうなんていうギミックなしっていうとおかしいですけど、もう普通のトミカでちょっと出してほしいですね、このねデザインでね。おお、素敵ですね。でこちらもねちょっと細かく見ていきますが、まずフロントカーの部分こんな感じですね。まあこちらもまあ同じような仕様ですけど、ヘッドライトクリアパーツです。でさっきのではちょっと確認しにくかったんですけど、このランボルギーニ特有のヘッドライトのデザインがこのようにこうしっかりとプリントで再現されてますね。で、色ですがブルーとあと白のこうツートンカラーで、本当あの海外の警察仕様といった感じです。でランボルギーニのエンブレムもしっかりとありまして、でルーフの部分ですね、こちらは赤のクリアパーツで赤色灯、これブルーが良かったかな、なんとなくね。うん、まあ赤でもいいっちゃいいんですけどね、まあ好みですかね。で側面見てみると、はいこんな感じになってまして、まあこれ海外の警察というかあれか、トミカポリスだからトミカタウンの警察なのかなこれ。まあこんな感じのデザインです。まあこちらも結構素敵ですね。でホイールタイヤは先ほどと同じく黒の成形色スポーツタイプですね。で後ろですが、はい、テール周りこのようになっておりまして、まあこちらもレンズ縫い分けされてます。でリアウィングは同じく黒のね別パーツで取り付けされていると。でこちらもしっかりとこう基板が見えてますね。もう素敵ですね。で反対の側面は、はいこちら側こんな感じで、上から見てみると、はいこうなってまして、でそこの部分はと、はいこんな感じです。でこちらも絶縁シートありますんで抜きましてと、よいしょ。でちょっと行ってみましょう。押しますよ、3、2、1、ポンと。あ、まあまあまあ光り方は一緒か。
同じような感じですね。ちょっと比べましょうかね。せーのよいしょ。うん、光量とか、まあ、光る感じですね。もう全くタイミングとかまあ同じですね。ただなんかちょっとこう A バンドと B バンドが分かれてるんで、それなんか違いあるのかな。会場で多分そこまでねバンドの違いとか多分書いてなかったと思うんで、そこはあんま気にしなくていいかもしれませんけどもですよ、ひょっとすると何かあるかもしれないんで、もし何か、分かる方いらっしゃいましたら、教えていただけたらね嬉しい限りでございますね。いやでも今回のトミカビームね、これ多分今度お盆に開催される東京でもあると思いますんで、気になる方はぜひこちらにゲットしてみてください。ということでまず、ね、はい、こちらですね、新しくね登場しましたトミカ博限定のトミカビームランボルギーニ裏缶のね2種でした。さあそれではね他の車両をちょっと見ていきましょう。さあさあそれでは続きましてが、はい、こちらですね、ちょっと変化がありました景品の TDM スイマックス行ってみたいと思います。はい、ちょっとまあ色が若干違うぐらいだと思うんですけどね、お変わったなと思いまして、早速ちょっとねゲットしてきました。よいしょ、出てこい出てこないよ、よいしょね。はい、こちらねスイマックスで、これが何だったっけ、ゲーム名がねこれです、トミカエア合わせですね。これにチャレンジできまして、ゲットしました。ちなみに1回外したんで、はい、アテンザの青1個増えましたけども、さあさあさあちょっと見ていきましょう。よいしょね、ではではどんな感じでしょうか、っていうかまあ会場で僕も見てるんですけども、いきましょう。はい、もうめっちゃ金色です、素敵ですねさあさあそれでちょっと見ていきましょう。で今もう気づいたんですけど、後ろの部分が若干形違いますね。前にいただいたスイマックスと形が違うので、おっと思いましたけども、はい、全体はねまずね、はい、こうなっております。まあ、全体的に色使いがほんとキンキラキンっていう感じですよね。フロントのねここのフェンダーのところはこれはオレンジのクリアパーツで、まあ金色に近い形かなとイメージはね。でボディカラーは金色で、あと後ろのここのボックスはねまあクリアになってますね。であとここの運転席のところ、ここはねオレンジのねクリアパーツになってます。ちょっとフェンダーと違うカラーですね。まあ、全体的にほんとこうオレンジとか黄色っぽいんでキンキラキンに見えるんじゃないかなと思います。で側面横から見てみると、はい、こんな感じになっておりまして、あ、ここは全体的に覆うような感じなんですね、フロントのタイヤをね。はい、こんな感じの形になってます。でホイールもね金メッキなんですよ。これ金メッキなんで、ここがまた素敵だね、キンキラキン好きにはもうたまりません。はいでまあここの後ろのボックスの中にはちょっとこうねカラフルなものがいっぱい入ってます。で後ろですが、はい、テール周りはこんな感じです。まあ色とか特に塗られてないんですけども、まあ金色はねしっかりと塗られていると。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もまあまあキンキラキンで、はい、上から見てみるとこうなっております。でそこの部分は、はい、こんな感じです。で、ちょっと入れ替わる前の車両と比べてみると、まあ、これもスイマックスなんですけども、後ろの部分がほんと違いますよね。で、それ以外の形も違うところがあるんで、これはねどっちがお好みか、まあいろいろ意見は分かれそうですけども、どうですかね、ちょっと金色のね色の感じも違うんでね、うん、とりあえずなんかゲットできてよかったですね。これ多分これ持ってなかったんで、頑張ってちょっと撮ってきました。どっちがいいでしょう、どっちも素敵ですね。さあ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 、まあ、こんな感じになってるんで、まあ、こっちのスイマックスはね、まあ、今ちょっと景品変わっちゃったんで手に入れることできないんですけど、これからトミカ博行かれる方はこれは多分今からあると思いますんで、ぜひゲットしてみてください。トミカエア合わせゲームです。さあさあそれではね続いての車両も、ね、見ていきましょうか。さあでは続きまして、はい、こちらトミカ釣りでゲットした車両です。じゃあ青のシーマからいきましょう。日産シーマ青ね、はい、こちらは見事に釣ることができましたので、よいしょ、ではでは行きたいと思います。多分青はね前にもね撮ったと思うんですけど、結構前だね、これもね、うん、でこれも本当割と大人に人気が出るんじゃないかなと思う車両です。さあさあそれでちょっと見ていきたいと思いますが、まずはい全体はこのようになっておりまして、もうねめちゃめちゃ青色なんですよ。この辺がねまあちょっとこうね子供さんを狙ってるような、まあ、色使いになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ本当に濃いめのブルーですね。でトミカの作りで言うと、ヘッドライトシルバー塗装ですね、はい、こんな感じで、グリルもしっかりとこう塗られてまして、エンブレムもあります。でボディカラーはほんと濃いめのブルーで、形はしっかりとシーマですね。でルーフはねこれサンルーフあるんで、こんな感じでクリアパーツになってま
ますね。で側面エコから見てみると、はい、こんな感じです。結構まあこのブルー目立ちますよね。実写には多分こんな青いのなかったと思うんですけど、めっちゃ目立つね。で後ろの部分ですが、テールレンズは赤でね、塗り分けがされております。で反対の側面ですが、はい、こちら側もこんな感じで、上から見てみると、はい、こうなってます。で底の部分は、はい、こんな感じです。でこの車のギミックですが、サスペンションと、あとねドアの開閉ですね。左右のドアがしっかりと開けれる形になってます。内装は黒色の成型色ですね。もう本当あのね、シーマはね、あの本当かっこいいんで何台あってもいいかなと思いまして、とりあえず1台またゲットしてきました。で富勝里の3箇所ですね、何も釣れなかった場合に、僕が行ったと初日はねこれくれました。日立建機のホイールローダー ZW220 の赤ですね。では行きましょうか。赤色多分ね、あの持ってたと思うんで、あーっと思ってまあまあでもあの嫌いな車両じゃないでいいかなと思います、コレクションとしてはね。では行きましょうか。ちょっとねもう今は3箇所変わってるかもしれませんけど、ちょっとこれ参考程度に見てください。さあでは行きましょう。はい、こちらこのようになっておりますね。おなじみのホイールローダーですが、この赤色のホイールローダーって結構かっこいいんですよ。だからこれはね、あの何台あってもいいかなと思いますね。ほんと素敵ですね。うん、ね、いいですね、いいですね。ちょっとこうフロントから行きましょうか。ほんとこんな感じです。大きな、ね、こうバケットっていうかな、こんな感じでついておりまして、ここの部分は成型色ですね。でこのようにしっかりとこう稼働するね、ギミック付きとなってますね。で運転席はしっかりとこんな感じでクリアパーツで囲われておりまして、で横から見てみるとこんな感じ。ホイールローダーのこの側面から見る姿もね、なかなか僕ね好きなんですよね。いいですね。ホイールタイヤも本当大きいんでね、迫力満点です。で後ろですが、はい、こちら側はこうなってます。レンズは赤で塗り分けされてますね。で、まあ、この辺ちょっとエンジンなんですけど、このようなね作りになってます。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もねバッチリこんな感じで、上から見てみると、はい、こうなってまして、でそこから見ると、と、はい、こんな感じです。でこの車両ですね、はい、ギミックの方ですが、まあ、フロントのねここの部分が上下にこのように、まあ、稼働するのと、あとこの部分ですね、ここでねちょっと左右にこんな感じでね触れる形になっているんで、なかなかねほんとギミック面もしっかりじゃね、とてもねいい車両です。だから釣れなくてもこんだけいい車両がもらえるっていうのは本当素敵だと思いますね。だから参加賞もちょっと見逃せない感じだと思います。まあ、ということでこちらね、はい、2つですね、これね、僕がね初日に手に入れた富勝里の、景品の2種類でした。さあそれでは続いていってみましょう。では続きましてが、はい、こちらですね。これがねトミカエンジンスタートの、3箇所ですね。クリアならずにあの3箇所だったんですけども、まあ僕は3箇所狙いだったんですよ。あの軽装甲機動車って僕好きなので、まあブルーはねあのそこそこ持ってるんですけど、なんかついついコレクション数増やしちゃうんですよ。これ僕の悪い癖なんですけどねちょっとまたブルーを増やしちゃいましたんで、まあせっかくなんでね、ちょっとね参考程度にお見せしたいと思いますね。めっちゃかっこいいですよねこれ。でこのねブルーとね、多分ね後半になってくるとなんかシルバーとか出てくるんじゃないかなと思うんですけども、はい、こんな感じでもうほんと迫力満点のね軽装甲機動車ですね。まあ色がねこうちょっと派手なので、多分3箇所扱いになってるのかな。だいたいねクリア賞といったらシルバーとか銀とかなんか金とかね、それ系なんですけども、まあ今回こちらブルーですね。でも本当素敵な車両ですので、うん、3箇所にするならちょっともったいないような気がしますね。軽装甲機動車よくできてますよね。形がとにかく本当かっこいいですよね。うん、でまあまあ適当にちょっとくるくる見ちゃってますけども、おすすめです。はいすごい適当ですいませんでこちらちょっとギミックいっときましょう。ギミックの方ですが、これねサスペンションですね。結構深みのあるサスペンションと、あとドアの開閉ですね。これちょっと開けるのコツいるんですけど、よいしょ、開くかな、はい、こんな感じでしっかりとね両方とも開けることができます。よいしょ、おっとと、はい、こんな感じでね開けることができるといったね素敵な車両なので、これもね景品にいつまで含まれるか分かりませんので、トミカエンジンスタートちょっとねやってみてください。いやでも本当軽装甲機動車は何台あってもいいですね。いっぱい並べると素敵です。は
はい、ということで今回もトミカ博でね、新しくねゲットした車両たちをちょっと見ていきましたが、さあいかがだったでしょうか。まあ後ろのねこの4台に関しては、まあこれまでにねいろいろとこうイベントで登場したね車両たちになるんで、特にまあ目新しいものではないんですが、まあまだね持っていないという人もたくさんいらっしゃると思いますので、気になる車両ありましたらぜひねちょっとアトラクションでゲットしてみてください。でトミカビームね、ちょっと冒頭でも言いましたけども、大事なことなんでもう一回説明しておきます。これからトミカ博行かれる方は、まあ、会場に着いたらとにかくトミカビーム狙いという方はこのマップを手に入れて、でこちらのねトミカビームのねこの QR ありますんで、お早めになるべく午前中に購入しておいてください。すぐ売り切れると思いますので、ぜひお早めに。でトミカ博もね後半戦に入りました。ゴールデンウィークもね後半ですね、まあ、これからねほんと楽しまれる方ねいっぱいいらっしゃると思いますんで、ぜひねいろいろとねちょっとトミカ博それ以外のねイベント等もね楽しんでください。僕は多分あと1回ぐらい、多分最終日近い時にトミカ博行くと思いますので、僕のこと知ってる人いらっしゃいましたら探してみてください。まあということで、はい、今回はこの辺りで終了したいと思います。ホームチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント、評価等お待ちしますので、よろしくお願いします。あと、ツイッターやね、インスタ、そして最近のもらいの価値観等でね、そちら限定のね、動画も配信しているので、ぜひね、お友達登録よろしくお願いします。では、今回もね、サムでご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。では、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。